で、それをこうめっちゃ早く弾いてるのが月光だから。CTS チョーキングタッピングスライド、冒頭と最後にそんな全く同じようなフレーズを使っているのに非常に美しく仕上がってる感じ。波の非常に難しいです。さあ、初見さんいらっしゃ、お、初見が多いな。初見2人もおるな。初見宣言をした人が2人いるっていうことはもう30人はいるっていうことですね。うん、間違いない。そして初見じゃない250人の皆さん、いらっしゃいませ。いつか月光のギターソロを弾きたいと夢見ているのですが、段階としてはソロの部分のコードに対してのスケールを把握すればそれっぽくなりますか。やっぱりスコアを手に入れた方がいいでしょうか。うん、なるほど。月光最高ですね。うん、月光は最高。さあ皆さんどうぞ。月光は最高。スコアを手に入れなくても俺が今からゆっくり弾いてあげるので、それを見て練習してください。今ちょっと1個間違えた。はい、といったような感じで、もうこんだけゆっくり弾いてあげればもうこれ真似することはできるでしょう。スケールを把握するみたいなのはちょっと違うというか、もっと簡単というか、あ、そのフレーズねっていうやつを練習する。モーテルのギターソロの中にこれをゆっくり弾いてるやつがあるんで、なんかこういうギターソロの最後にねやってるやつ、これの練習をすればいいでしょう。で、それをこうめっちゃ早く弾いてるのが月光だと。あと途中はもうチョーキング芸をいっぱい頑張ってくださいと。これ2音チョーキングがね出てくるんで、めっちゃ頑張ってください。ここもなんか2音ぐらい上げてますね。もうこれももう死ぬほど出てくるやつですね。で、この CTS チョーキングタッピングスライド、で、またあれハーモニックマイナーフラット5、これもう最後まで6弦まで降りてる。で、ディミニッシュのって感じで、ディミニッシュ、半、1音半ずつ上がっていくみたいなやつですね。非常に美しく E マイナーな感じで終わってますね。みたいな感じのことをやってるんだと思います、ギターソロで。波の、っていうことなんで、非常に難しいです。ドリブンさん見ての通りなんですが、
非常に難しいんだけれども、まあチョーキングの感じを出すのとかが最終的には一番難しいと思う。でそのダカ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 っていうのはまあ綺麗な32分音符なんで、そこはもう頑張って練習すればそのうち弾けるでしょうって感じですね。ただまあでも弦移動があってどうしてもピッキングが入ってくるんで、これ結構難しいんですけどね。2音チョーキングとか上げるのはかなり難しいので、これはなんか指の力を鍛えてくださいというよりかは、これが上がらない人はチョーキングのフォームがおかしいっていう場合が非常に多いので、まあまあとりあえず俺とか松本さんとかの手の形を真似してください。これ例えばなんかジャズのギタリストでどんなに上手い人がいたとしても、チョーキングのロックのチョーキングの仕方と全然違うと思うんで、ロックのフォームと全然違うので、ジャズギタリストの真似をしながら松本さんのコピーをするっていうのは相当難しいことなので、やめといた方がいいと思いますみたいな、まあそういう変な失敗の仕方をしないように。そんなところでしょうかね。月光のギターソロについて、月光のソロは素晴らしき完成度ですねと。そうですね、非常に美しい、なんかそんな冒頭と最後にそんな全く同じようなフレーズを使っているのに非常に美しく仕上がってる感じに見えますね。結構珍しいかも、そういうことは。このフレーズめっちゃよく使うけども、1ソロの中で2回も出てくるっていうのはかなり珍しいかもしれないですね。この上がってくのがめちゃくちゃ難しいと思う。でもなんかドク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 って皆さんどっかで聞いたことないですか？私の視聴者の人が、あの基礎トレの4音上昇とかドゲ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 って全く同じ動きしてるんで、だから俺得意なのかもしれない、これを弾くの。あの基礎トレになんとそんな得点がついてきてたんですね。月光のソロが弾きやすくなるっていう。だから今まで真面目に基礎トレやってた人はね、ラッキーですよ。よろしかったら今の説明すごく良かったよと思った人はね、高評価の方をね、教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。